ミク店長、ミク店長、はい、日本で一番歴史の長いメガネブランドってどこなんですか？松永眼鏡です。おお、1905年に創業した100年以上続くブランドなんです。昭和天皇に献上したこともあるんです。へえ、すごいですね。こんなクラシックなフレームはもちろん、こういったスタイリッシュでおしゃれなモデルもたくさんあるんです。こういったフレームもすごく可愛いですね。福井県の鯖江の職人さんたちが一つ一つ丁寧に作っている手仕上げのメガネなんです。なるほど。他にもこういったモデルやこんなモデルもすごくおしゃれなモデルがたくさんあるので、ぜひ皆さんチェックされてみてくださいね。